位置情報については環境情報推定についての研究を行っております。コンピューター上のシミュレーションと実際の環境で行う実験、どちらも並行してやるようにしています。そういったことを評価するために時計でしたり確率の数値を使います。どういう時にひらめくのというテーマです。研究室の机に向かってひらめくぞひらめくぞという時にひらめくような形ではなくて、例えば日常的な動作している時にひらめく、こういうのやってみようといったことが多いです。例えば、通勤の電車の中ですとか、歩いている時、お風呂に入っている時など、生活している中で常に研究のことを頭の片隅で考えておくと、ある時ふっと何かが出てくるなといったところがひらめきです。研究が社会とどのようなつながりを持っているかです。位置情報というものは実際に皆さんが生活している上でスマートフォンで使うような、例えば地図アプリケーションですとかモンスターを捕まえるゲーム等に応用されています。そのように位置情報というのは普段皆さんは意識されないかもしれないんですけれども、実世界の位置と例えばデバイス、スマートフォンの中での、ゲームだったり、そういったものをつなげるといった役割をしていると私は考えています。ですので、より高精度で低コストな位置推定手法を構築することで、より良い社会を、築くことができるのではないかと考えています。